プレモルじゃないですか、あれだ。プレモルじゃない、これ黒の。黒なんですね。限定用で。なんでいつものやつよろしいでしょうか。今日はですね、達人さんとソログルキャンということで、神戸の誕生日に来ております。それでは、皆さんのお宅を飛び上がり、乾杯。はい、こんにちは、達人です。今日はですね、富山の環状寺公園キャンプ場に来ました。環状寺公園公園のね、ここは第一キャンプ場の赤松5っていうサイトになります。車をね、2台ぐらい止めれて、テントもそれだと2つぐらい張っても十分ね、お釣りが来るような感じのサイトになっています。結構ね、紅葉の時期もだいぶ過ぎてきて、もう色の方もね、だんだん落ち葉シーズンになってきました。今日はですね、実はってこともないんですけども、富山のですね、キャンパーでもあるカメちゃんとですね、一緒にキャンプの方来ています。また後で登場していると思います。カメちゃんの方のチャンネルも、カメちゃんの外遊びのチャンネルの方もよろしくお願いします。まあ、声を預かって後で、それではね、キャンプご飯作ってきます。今日はね、全粉の、パスタをね、水戻してきたので、これはね、茹でて、これね、ボンゴレロストを作っていこうと思います。あと、まあ、炭に火ついたら、焼き鳥かな。傘を見て、楽もうね、ずっとやってて、やっぱね、ガスコンロはね、楽。バーナーね、安定感なくていいんだけど、コンパクトでバイクで行くときは持って行ってんだけど、やっぱね、風ってこの方が楽。タフマルジュニアとかもいいと思う。岩谷とか。うん。今日ドンキで買い物してきたんです。あ、インド売ってるじゃないですか。コンゴとか。売ってる売ってる。まああれ家でも使えるしね。あ、そうですね。まあ去年アウトドアだけ使うグッズってあんまり買わなくて、家でも使ってるっていう。なんかね、キャンプだけってそんなね、まあ回数確かに行くけど、はい、でもそんでも年間20回ぐらいじゃないですか、行っても。そうですね、そんなに。うん、家で
まあでも家でもね、舐めたらどんだけするんだって言ったら、まあ、めちゃくちゃどうせしないんだけど。もうこれももう15年ぐらい使ってるから、あそろそろあの、うん、キャンプもう何年ぐらいやられてるんですか。まあキャンプ、まあ通算で言ったらどんなもんやろ、もうえ通算で言ったら30年ぐらいやってるよ。にわかキャンパーで回数はね、増えたのはここ4年ぐらいだけど、その前まではそんなに。達人キャンプ、ジオシティーズとかまだあった。ああ、あったあったあった。そんなあったあった。懐かしいと聞いた。ダイアックス無料ホームページスペース。でもホームページ作り始めた時ってまだヤフーってなかったんですよ。本当の最初って。あ、達人さんが作ったんですか。一番最初のホームページを本当に作ってた時、まあ、サッカーチェールのホームページ作ったりしてたんだけど、はい、その時ってヤフーって存在してなかったんですよ。へー。むしろ初めて作ったのがヤフーの、なんかカセットガスのちょっとちっちゃいやつ欲しいなって最近思ってるんですけど。前なんで十分だよ。昔はもともとキャンプ用で買ったわけじゃないんだけど、俺釣りしに行くのに寒いなと思って買ったんだけど、あれってねテントで使うと、はい、10本がつけたらまあ暑いって消しちゃう。換気も草もなんかすぐ暑いのと消しちゃうから。そんなガス使わないし。もうそれで暖かいから全然十分かな。なんかこのアタッチメントってあるじゃん、こんな。あれね、一応あるんですけど。俺も持ってる。うん、けどあれ一酸化炭素警報器すぐなる。あ、すぐなります。うん。で、ガス出てる。あれね、ガス、自体があれ乗せると不完全燃焼しやすくて、で出ちゃうんだ。なんかバーナーでもっといいバーナー使えばいいのかもしれないけど、なんかね俺持ってるバーナー中華製の安いやつだからやけど、あれなる？すぐなる。といってカセットボンベだとね、なんか危なそうだから。こうやっ、ま、幕内こもられてカセットボンベ使われたらすぐなります？ならない。なんだ。うん、考えならない。でも、アタッチメントだったらすぐなる。あ、カセットボンベでは試してない。なんか怖いから試してない。なんか熱くなってボンベ爆発するで嫌だし、うん。それは試してないけど、シングルバーナーでやったら、すぐなった。なんかね、あれ、なんやのかな、燃料系はいいらしいよ。燃料系とのアルコールっていうかガソリンとか灯油のやつはなんか相性がいいんだけど、ガスのやつだと上かぶせるから やっぱ、うん、ちょっと空気の通りが悪いのかしらけど、不完全燃焼になってすぐ一酸化炭素が出ちゃう。アルコールだらいいかもしれないけど、もともと出ないから、うん、アルコールだってやったって15分ぐらいしか火ついてねえしろと思って。よくなんかガスで使うなんて一分ちっちゃく乗ってるみたいな。うん。でもあれ結局本体が温まってこの副車列だから。だったら思い切ってスキレットそのまま空焼けしてもいいんじゃねえと思ったよ。一緒じゃないかと思って。一緒っすよ。何も乗せずにちょっと耐えてればあったかいです。うん、でちっちゃいミニ扇風機も持ってきてるけど、一応念のためにそれサーキュレーターに回せばあったかなって。逆にそこまであったかくしなくても、だったらシラフにこもればねあったかいし。だってなんかあの甲板
半袖で枕入れて。そう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 。あれネタじゃないのやっぱ映画のって。最近ほらテンキャンプであのさサウナとかね、よくわかんないことなってきてるじゃん。ちょっと焼けてなかったからもう全然ダメだ。でもどうなんかな、サウナしたら汗かくからどっかで汗流さないとベタベタで俺ベタベタで、あの後どうしてるか知らん。絶対引かれますよ。うん、まあまあ、ねえ、いやなんかすぐお風呂がすぐ近くにあるのはいいけど、なんかどうなんだろうなってどうなんだってか絶対ダメだろうと思ってる。飲まないようにしてる。日本酒なら自分持ってきました。夜今から飲んだらもうね、もうだ。それなくていつもキャンプに行くと大体お昼ご飯とか今食べ終わったら、いつも昼寝してから夜。これも炭ですか？これ炭で焼いてる。炭で焼くからちょっと焦げやすくて、はい、この中ね、カル君がいいとこ探すの難しくて。これね、ほんと焼き鳥焼こうと思ったら炭じゃなくて、はい、まあ、シリンでもいいんだけど、あの餅焼くこのセラミックの網があるんだよね、プレートついてるのあれが一番焼きやすい。あと家でもいいけど、あの岩谷のカセットのね、炙り扱うから、あれはね、きれいに焼き鳥焼けるよ。で、この前実は去年かな、去年この炙り屋で、この環状寺で使ってたら、友達からキャンプカーないなとかって言われて、普通にカセットコンロですみたいな。冬ってそうだっていません。俺、キャンプを楽さを求めてるから、あんまその手間かけたくないというか。
達人キャンプ。